ジェラールメは、フランス北東部グランテスト地域圏防ュ圏のコミューン。ビクトル・ユーゴーの兄弟アルフレートに、防ュの真珠と歌われた土地である。名称は、標高670メートル地点にあるジェラールメ湖に、ちなんでいる。8万年前から1万年前の氷気後期にできた湖で、下流に向かう谷を、決定的にブロックするモレーンによって維持されている。 コミューン内をボローニュ川が流れ、コミューンで最も標高の低い584メートル地点で、川は隣のコミューン、グランジュイコールシュルボローニュへ向かって流れていく。最高標高地点は、リスパック湖の上に突き出た、クルブランミネでの1137メートルである。コミューンの大半を森林が占め、その面積は3721ヘクタールである。 スキーリゾートが早くから導入されており、モーズレーヌのスキー場が今日知られている。ジェラールメの古い歴史は、この土地を長期にわたって支配してきたロレーヌ公国と深く結びついている。自治権を獲得する以前、ジェラールメはコルシュー市教区に入っていた。1285年に初めて文献に登場した時は、ジャーイマーの名であった。19世紀に鉄道がジェラールメにつながり、 観光地としてパリジャンに知られるようになった。1875年、ジェラールメにフランス初の観光局が設置された。ドイツ帝国によるアルザスロレーヌ併合が行われ、ジェラールメでの織物産業が盛んとなった。アルザスロレーヌ併合によりジェラールメは国境の町となり、1905年には第152不評連帯の基地が設置された。 1940年6月22日、ジェラールメは、ナチスドイツに占領された。1944年11月17日、数件の火事がほぼ同時に発生し、同日の夕方には市街をすべて焼き尽くした。街には厚く黒い雲が立ち込めていた。貯水池が破壊され、消火活動に役立たなかったのが原因であった。18日午前、ドイツ軍の攻撃が行われ、 倒壊せずに残っていた家屋に大使火が放たれた。十八日の夕方までにドイツ軍はジェラールメから去っていった。それから十四時間後の十九日、自由フランス軍が町役場へと到着した。金属加工業、観光、織物産業が盛んである。特にテキスタイル会社のガルニエティエ棒や臨房重車が工場を置いている。九百九十四年より、 ジェラルメ国際ファンタスティカ映画祭が開催されているコミューン公式サイトありがとうございます。